こんばんばはスピリチュアル研究家のカエデです。自分の魂の片割れであるツインレイこの世にたった一人しかいない運命の相手であるツインレイと出会い統合することはまさに奇跡的なことです。ですがツインレイとの出会いを果たした人の中にはサイレント期間が辛すぎる。 こんななに辛いと思わなかった先がどうなるのかわからなくて不安なんて苦しい気持ちを抱えていることも珍しくありません試練だとはわかっていても苦しみに耐えるのは並大抵のことでではないでしょうしかしどんなに苦しくても乗り越えられない試練を与えられるようなことはないのです じゃあ一体どうしたらサイレント期間を乗り越えることができるのかその答えは諦めの境地にあなた自身がたどり着かなければなりませんしかし諦めの境地と急に言われても何のことだかさっぱりですよね諦めるやめるということ と頭の中にハテナがたくさん浮かんでくるでしょうそこで今回はツインレイにおける諦めの境地について徹底的に解説していきたいと思います特にサイレント期間中が長すぎてどうしたらよいのかわからない人は必見です是非参考にしてください諦めの境地と聞くと とてつもない試練の苦しみに屈し自暴自棄になり人生に投げやりになっている状況だと思う人も多いかもしれませんがツインレイにおいてははそうではありません。ツイインレイにおける諦めの境地とは自分の努力でどうにかできるという思考を手放すことです。ツイインレイとの関係は、 もがけばもがくほどそしてあなたがツインレイとの「サイレント期間を終わらそう」と行動を起こせば起こすほど苦しいものになります。終わらそうという気持ちになるのはツインレイへの執着不安感怒り悲しみなどさまざまな負の感情が交錯し心が支配されている状態です。 まさに闇です不安や執着心にコントロールされまたその感情を払拭しようと相手をもコントロールしようとすることからは何も生まれません。もちろん手放した先に何があるのかわからないと不安になるのは当然です。 人は経験をしたことのない領域に行くのには必ず恐れを感じるものですから、しかし、愛とはコントロールしコントロールされるものではないと悟り、その縛りの感情から解放されることが諦めの境地に達するということなのです。決して ツインレイを諦めるということではないということを忘れないでくださいね。1やるだけやった人のみがたどり着ける広大な未踏の領域ツインレイというのはそもそも出会える人もさらに統合したという人もまだまだ少なく世間ではメジャーではありません。そのため サイレント期間を含めその先にたどり着く領域もまだまだ未知です特にサイレント期間には苦しみや悲しみ怒りなどの感情が次から次に襲いますサイレント期間は統合までの試練ですが人によっては乗り越えられずに統合できないこともまた 執着を捨てたところでサイレント期間からの復縁が難しい場合もあるようです。このことから諦めの境地の先にある光の世界は誰もがたどり着けるわけではなくほんの一握りの人しか経験することのできない場所と言えるでしょう。2. 数年数十年と連絡が取れず完全に分離してしまうこともある。 サイレント期間を経て復縁することができれば統合に向けて新たなステップに進んでいきますが全員が全員そのような過程をたどれるかどうかはまた別の話人によってはサイレント期間から抜け出すことができずに数年 数十年とつながりを持つことができず完全に分離してしまうこともありますツインレイの諦めの境地にたどり着いた人のみが体験できること1本当の執着の手放しを体験できるツインレイにおける諦めの境地にたどり着くと本当の執着の手放しを体験することができます手放しと聞くと 一見苦しいことのように思いますが実際は解放ですなんで私の気持ちをわかってくれないのだろうどうしてこんなに私を苦しめるのととても辛い気持ちになることはよくあることですしかし実はこの苦しみは相手ではなく自分で作り出しているもの執着心の正体は 自分への無価値観から生じるものなのです。特に自分に自信がない人や愛情にトラウマがある人自分に価値がないと思っている人は強く他者に依存し執着する傾向があります。しかし執着すればするほどきっとあなたは苦しみの闇から抜け出すことはできないでしょう。 執着を手放すことは相手を信じること、そして何より自分を信じることです。執着心を手放したとき、あなたは本当の自由と愛を知ることになります。2. 魂の試練の本当の辛さを知る。魂の試練は、簡単に乗り越えられるものではありません。 感情論でどうにかなるものではなくどんなにあなたが願い望んだことでも叶わないことはあります。魂の試練を乗り越えるためには肉体という物質的な概念から解放され魂が成長するしかありません。簡単に言うとこの世で目に見えるものがすべて。 という概念を捨てることがとても重要になるのです。そんなこと頭では理解できても、実際にその領域に達するのは至難の技。魂の試練の本当の辛さを思い知ることでしょう。必ずしもツインレイに出会い統合することが可能な人ばかりではありません。 現世では試練を乗り越えられず統合することができない人も多いです。しかし、落ち込む必要はありません。魂はあなたがこの世での務めを果たした後も生き続けています。そのため、輪廻転生の先で試練を乗り越え達成できれば良いのですよ。今回は、 ツインレイにおける諦めの境地について解説しました諦めの境地とは試練を乗り越えた先にある光の領域ですサイレント期間が訪れるとその苦しみや悲しみから誰でも現状に抵抗したくなるのも無理はありませんしかし現状を変えようと抵抗することで 良い方向へと進むのであればまだしもツインレイにおける試練はそうではありません。むしろ抵抗すればするほど苦しくなったりサイレント期間は長くなることも抵抗せずに自分に起きる全ての出来事に身を任せそして自分自身とツインレイ相手を信じることで。 与えられた試練を乗り越えていけるのです。ツインレイの諦めの境地にたどり着けるよう、ぜひ参考にしてください。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。